いや、ヘルシオマ。これ何これあんた。これ電車なん、地下鉄かなんか中なんちゃうのこれ。だからこの黒いお兄さんが、なんか、広島と長崎に、だからもう一回原爆落とすぞとかつって、なんか暴言吐いて、騒いでんのこの電車の中でアホみたいに。で、なんかニュースにならって。アホやな。ほなもう周りドン引きしてるやんかこれ、うん、全員これ、うん、なんじゃこれやってん、うん、これ恥ずかしいやんこんなん言うてわーわーアホみたいな。これ海外のなんか YouTuber もなんか話題にして、うんうん、もう結構炎上してる。そりゃそうやわこんなん、うん、みんなアホやなって聞いてねこれみんなこんな座って何これやんかこんな。なんかソマリアの難民とか言ってたで、うん、アメリカ国籍とか言ってるけど、うんうんうん、なんか難民の人がタイ、国籍はタイみたいだけどね。いろんなとこウロ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 して変な人やなあんた。でこの人ちゃんと答えたいなってんこれ、うん、なんうるさいなあ思ってなあなえうるさいよお前って言いな言いたいこれほんまはあんたって誰か呼んできて駅の人駅長さんでもう一人なんか仲間入ってるやんもう一人誰かって日本人何やお前言うて広島とか長崎の話されたらやっぱみんな怒っちゃう、うん、何言うてんねんってなってるねえ、うん、あるわそんな普通で考えたら。 Where are you from?なんか身長160センチないぐらいらしいね、この拳のくせに。え、そうやし、タイ行ったやろか。タイやったらそれぐらいのな、人結構やはるから、男の人でも。な、関わりがないな、言うの、おっさん向こう、わー、行ったね、今、なんか、どっか行って。なんかこういう、なんか、その、いろんなアジアの国で、こういう迷惑なことやってるらしいわ。っていうかお母さん今思ったんやけど、うん、この急に寄ってきた人たち結構英語喋りはんな。そうやな。ショックやわお母さん。それがなんで普通にな、ただ座ってた乗客やん、うん、パーって英語喋られたらお母さんなんかショックやったわ今。ちょっとお母さん勉強してくるわ。なんか嫌やわ、ショックやわ。最後までご視聴いただき、おおきにありがとうございます。高評価、チャンネル登録もよろしゅうお頼申します。